はいどうもポンポンです。今日も西成にやってきました。前々からずっと行きたかったお店があるので早速行ってみたいと思います。それでは行ってきます。到着しました。花の山さんです。それでは早速行ってみたいと思います。行ってきます。ドリンクメニューはこちらです。そして料理メニューです。なんと鍋がめちゃくちゃお安いです。今日もはしごしているのでまずは朝日の小瓶にしました。こちらで350円です。じゃあちょっと鍋を待ってる間に先に一杯いただきたいと思います。じゃあ今日も行きます。ご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。これがあれば鍋をゆっくり待つことができます。めちゃくちゃ美味しそうな牛すき鍋がやってきました。こちらです。今日の注文したメニューはこちらです。まずは朝日の商品350円。そしてなんとこの牛すき鍋350円です。このボリュームで350円ですよ。わー、野菜に牛にうどんまで入ってます。わー幸せ。そして湯気が立って熱々です。見えますか、出汁が効いてます。そしてもちろん卵付きです。最後なんですけど釣り行きたいと思います。春になったかと思ったんですけどまだまだめっちゃ寒いのでこの鍋が染みそうですね。まず行きます。わー、トロトロの卵美味しそう。もう湯気がやばいです。いただきます。牛肉の柔らかさと卵のとろみがミックスされて最高です。贅沢です。まだ午前中なんですけど午前中からビールに牛すき鍋って鍋あったまる。高い。ちょっとこの牛すき鍋のお出汁もしっかりいただきたいと思います。このお出汁いただきます。うわ、めっちゃいい出汁効いてます。熱っ。いやー熱いけど温まりますね。牛のいい出汁出てます。あ、私かな。いや、私やな。いや、これもちろん卵付きはとろみがあって美味しいんですけどこのままいけますね。この牛すき鍋具だくさんで、種類は牛とあとお豆腐、あと糸こんにゃくと白菜と水菜かな。ボリューミーです。そしてうどんいきます。暑いので火傷にはご注意ください。
うどんも美味しい。うどんの色を追っていただいたら分かると思うんですけど、すき焼きのこの出汁をめちゃくちゃ吸ってるので、もうね、最高ですよ。美味しすぎてビール忘れてた。食べ方下手くそ。野菜も麺も牛もいただけるということで贅沢です。これが350円嘘みたいですね。手洗いってありますか？すごい、ありがとうございます。美味しい。牛すき鍋ももちろん美味しいんですけど、鮭ホタテ入りの味噌鍋もめっちゃ気になります。これも350円です。これはまた行かないと、行かないと、うん、生卵で食べるのは美味しいんですけど、私個人的にあの花の山さんのこのすき焼きの出汁の味付けがめっちゃ好きなんで、最後はこのまま行きたいと思います。あ、めちゃくちゃ美味しいです。じゃあラストグビです。ごちそうさまでした。完食しました。ごちそうさまでした。実は花の山さんでせんべろしてきました。なんとビールショーと牛すき鍋を食べて700円でした。もう幸せです。ぜひ皆様も西成へお越しの際は花の山さんでぜひ牛すき鍋食べてみてください。めっちゃ美味しいです。では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。